続いて月曜日は野菜と果物の新鮮情報ベジトクです。斉藤さんお願いします。はい、今回はミョウガに注目します。ミョウガですか、はい、そうめんの薬味で大活躍ですよね。そうですね、うん、香り高い薬味として料理を引き立ててくれますが、はい、実は夏バテ対策としても強い味方なんです。さっぱりしますからね。はい、うん、疲れや美容など夏の終わりのさまざまな疲れに役立つ食材を紹介します。売り場には夏と秋の食材がずらり出ています。店長と詳しく見ていきます。お願いします。はい、お願いいたします。まずはオクラ、人気のネバネバ野菜です。そうですね、オクラのネバネバ成分は、食物繊維となってまして、お腹のトラブルに有効な成分となってますので、まだまだ冷たいものもね、食べられると思いますけど、夏にはぴったりの食材となってますね。続いてさつまいも、秋といえばの食材も出てきました。やはり秋を代表する、食べ物の一つですね。見分け方についてはですね、表面にですね、艶があるものを選ぶとですね、とてもいいと思いますね。はい、最後に青レモンです。皮が緑の新鮮なものが出ていますね。レモンというとね、黄色を、想像する方も多いですけどね、この時期のレモンはこういうふうな緑の濃いものになってますね。ビタミンたっぷりでとてもいいと思います。今週のおすすめはこちらです。はい、こちらミョウガになります。暑い時期に出回るミョウガが夏ミョウガ、こちらこれから旬を迎えるのが秋ミョウガになりますね。色合いが結構違いますね。そうですね、ちょっと見た目も違いますね。収穫される時期によって分けられていて、夏ミョウガは主に6月から8月にかけて、また秋ミョウガは8月から10月にかけてが旬となってます。秋に採れる方が赤い色が濃く、身が大きくギュッと詰まってます。やっぱり独特な風味が魅力ですよね。そうですね、ミョウガにはですね、食欲増進効果があると言われていて、この時期にはぴったりの食材と言えるんじゃないでしょうか。アルファピネンという成分が食欲を刺激してくれるだけでなく、血行促進効果もあって、エアコンによる冷えやむくみの改善にも役立ちます。他にはアントシアニンやビタミン C など抗酸化物質も含んでいて、強い日差しでダメージを受けた体を修復してくれる働きがあります。今日はミョウガをメインで味わえる焼き浸しを作ってみましたよ。隼人さん、ぜひ食べてみてください。はい、ではいただきます。あ、すっきりとした大人の味わい。この爽やかさ癖になりますね。そうですね、身が大きいから食べ応えもあって、かなり美味しいですね。ミョウガは薬味としてだけではなく、夏バテ予防にも役立ちますので、日々の食事に取り入れてみてください。ミョウガは栄養効果がとても高いので、食べ過ぎてしまうと胃腸に負担がかかるので、そこだけ注意が必要ですね。はい、夏と秋というのが違いがあってね、なんか本当秋は秋色って感じがして、そうですね、はい、特徴があるんですね。魅力的ですね、ぜひ美味しく食べて健康に役立ててください。